ぶっちゃけちょっと盛っちゃったなとか、はい、嘘ついたなって思う、はい、なんか回答集さ、使ってる使ってないの話してるの分かんないけどさ、うん、はい、春代理メンバーの二尾卒の豊田です。春代理メンバーの星です。宮下ゆかです。高橋です。大塚京です。じゃあ今回も、まあ、かなりぶっちゃけた質問にはなると思うんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあまず一つ目なんですけど、はい、ES とか面接で、はい、ぶっちゃけ、はい、ちょっと盛っちゃったなとか、嘘ついたなって思う、あら、はい、あら、あら、去年の、え、それこそこの時期、そうですね、バリバリ持ったんじゃない、バリバリ持ったんじゃない、シミアムやるみたいな、シミアム昔のギャルぐらい持ってたんですよ。全然なかった話書いてたりするんですよ。だからなかった話を書くから話せないんだよね。今はさ、もうマジでちゃんと自分のやりたいことがあってそれやってて、なんかいろんな経験とかもしてきたから話せることもあるんだけど、その時マジでなかったから、うん、でもうつつくの部下とかいろいろ話せるんだけど、無人してきちゃうんだよ、話がね。それバレちゃうし、絶対に。確かにね。今面接私する立場じゃん、うん、インターン生とかさ、やっぱり分かるんだよね。あ、これ本当にやってきた経験だなとか、これなんかちょっと怪しいなみたいな、めっちゃ分かるから、まあ、だからバレて落とされまくったんだろうなって思いますね。分かるんだ。うん、分かると思う。そういうことね。持ってました。ゼロから作るってすごいね。あ、うん、1を10だった。あ、そうみたいな。塾の場合だったんだけど、そこで出た成果をいろいろ言ってた。本当はない成果を言ってた。ゼロ1は結構危険ですもんね。危険だと思う、うん、盛りまくるのは良くないと思うし、まあ、でも何でもかんでも素直に話せばいいってわけじゃないから。そうですね。嫌なことは言わない、言わね、そうだよ、言わなければ言わない。今の E4 とかって結構もう1年からコロナ禍でそのズームとかオンラインとかで多分話せること全然少ないので、おそらく 2,3 卒の方より嘘ついてるっていうか持ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、矛盾はバレる、絶対絶対にバレる、マジで。だって面接官も何人も何人も来てるからさ、分かるよ絶対。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。他に何かありますか。今だから言えるけど全然嘘ついてた。めっちゃ漫画気になります。なんか冬のインターンの辺で調査の ES 通って面接いつでも通って、だけどその面接であの結構嘘ついちゃったら全然行きたすぎて、調査ってさ周りすごい人だからさ。確かにね。だけど自分がこんな嘘ついてインターン参加したの自分で苦しんでるだけだなって思って初めて辞退して、なんか自分がやっぱ素直になれない、なんか本音でいけないのって苦しくなるよね。でもそう、苦しくなる、めっちゃ苦しくなる。自分に合ってない会社なんだなってなんか思っちゃって、そこでその後から結構もう本音でいったっていうか、本音でも受け入れてくれる会社がうん、嘘ついて受かったとしても、うん、気持ちよく入社とかできない。気持ちよくないんだよね、うん、楽しくないしね、うん、ありがとうございます。はい、他ありますか。逆に嘘つくの苦手だからもう全部経験しようと思って、だから嘘つかないようにやっちゃおうと思って。ああ、経験作ろう。ボランティア行きたい、行きましたって言いたかったらやっちゃえば言えるから、うん、確かに。ありがとうございます。はい、はい、それではもう足早に次いっちゃいます。はい、春代理で、はい、就活で役に立ったエピソードを持って春代理の経験で、経験でありますか。めっちゃあるんでしょ。めっちゃある。じゃあゆかさんから。はい、学地下です。本当にあの弊社はやりたいことをやらせてもらえる裁量権がすごい裁量権がすごい人が本当に少ないので裁量権を求めよう求めるほど喜んでもらえるし、めっちゃ褒めてもらえるっていう環境なので、本当に頑張ればすっごい学力を作れると思います。はい、会社やってましたよ、言うときね。あと本当にいろんな方々とね、お会いできる。そうね、それやばいよね。社員さんに一日なってみた企画みたいなのを参加できたりとか、ありえない経験をさせてもらえるので。キーさん、私、岡本さんに一番最初の動画お会いして、はい、自分の自己 PR 見てもらって、うん、もうそれそのままずっと使い回してる。へぇー、接続してもらったやつ、
素晴らしい。私も宅地かルッピエラ岡本さんで成り立った。やばいやばい、岡本さんかみ。宅地かチョコピエラとか、面接のノウハウもだし、あとなんか就活の情報、いろんな先輩とか大人の人と会うから、なんかどういう業界がこうでみたいなとか、そういう客観的な視点を持てるようになったのはすごい大きかったなって思う。トスさんあったりしますか？あんま話してなかったんだけど、いつも話してるのは部活の内容とエンジニアリングの内容だったんですけど、たまになんか相手によってなんかこれもしかしたら大変な話が受けそうだなって思ったら数字どんぐらい伸びましたとか、その間僕はこういうことしましたとか、まあ、PDCA 回したエピソードとかにできるから、選択肢が増えて向きが一個増えた感じです。めちゃくちゃありがたかった。就活を終えた今だからこそ言える良、かった企業。ああ、てこれが一番面白いよ今回。はい。受けたかったなってめっちゃ思うのはマイクロソフト。中の人がめちゃくちゃいい人だから、いやマジ受けたけばよかったね一回みたいなとか。あと電通めっちゃいいって言うじゃん。うん、受けたけばよかったなとかちょっと思うかもしれない。サントリーとかね。ああ。それも豊丸屋さんとかの話見ててなんかめっちゃいいなって。僕が最近読んでる。全部サンプル。めっちゃ、あと、刀知ってる？刀新卒募集始めたんですよ。あれも絶対受けてみた方がいい気するけど。あれも完全にスキルベースで。スキルベース。いっぱい出てくるから。ユニリーまで盛り上げたけど、めっちゃいいよなって思って。定人さんもよかった。定人さんもよかった。定人さんもいいらしいね。人がいいよ。人めっちゃいいし、ユニリーめっちゃ綺麗だし。キーさんとかあります？私動画で取り上げた会社はもちろんだけど、なんかずっと憧れがあってロマンがあって大好きなんです、あの今 SPI の回答集って世の中にいっぱいもあって、めっちゃ後悔してるから絶対自分でやればよかったって。